雪村さん。言えばいいじゃない、死んじゃダメだって。言えないよ、私は雪村様の忍びだから。それでいいの？小せえんだよ。このままじゃ今みたいに雪村様についていくこともできない。あんた忍びでしょ、それじゃダメでしょ。ダメだね。だったら行くよ。私は勝つ。やがて秀吉が没すると再び天下は乱世の様相を呈する。天下は石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍とに分裂。海姫や雪村は豊臣の世を守るため西軍として戦うことを決めたが、両軍主力は関ヶ原で激突、西軍は敗北した。家康は天下を盤石なものにするため全国の大名に号令を発して豊臣家の本拠大阪城を包囲する。海姫は家族や家臣、そして友との今を守るため最後の戦いに臨む。私のみんなの日常壊されちゃたまんないっての。第5話大阪の陣、今を守る。戦国乱世、この一戦に手を合わせるのだ。皆太郎、父を残したこの家、守ってくれ。行こう、まずは雪村さんの援護しなくちゃ。待っているの、なんであれを張り切るのさ。私は今を失いたくない。絶対守り通る。ちゃんと見ててよね、親方様。やですが、
つも島を取られていき参ります。その乙女像を持ち持ってるから、どちどち考えだな。よせ、出さない、よけろ、だが精鋭たちよ、進め開門、守りを固めろ。君らそう、だけど負けない、絶対。
くだらぬ順で優位に出す罪悪がわからぬか。くだらなくなんてない。それが罪でも私は戦う。やっ、私は物にして勝つ。行くわよ、この戦を終わらせるんだから。あのさ、何や急に気持ち悪いわね。できるのブラッキー、気持ち悪いわ。ひどいわ。さ、行こう。進め。
らって。ちょっと素敵。なんてこと、なんてこと、確か。素敵。でも、もうお相手がいらっしゃるのよ。嘘。やっぱりああいうのはいいなって思うけど。やっぱりそれ似合ってないよ。うるさい。今がすごく楽しい。じゃあ着て勝負よ。勝負。それはすごいよね。ちょっと何よそれ。親方様、私ちょっといい女になったんじゃない？